まいります。はいはいはい、えいで 9000m に上がったんだよね、うん、でここで先ほどの手記を発見したとこまで来ました、はい、よし、これから山に登りましょう。そうですね、ここからが問題ですね、はい、では狂気山脈最高地点その頂に至る道に立ちはだかる最後の関門、漆黒の巨大な岩壁グレートブラックウォール、天をつんざく黒い壁が強烈な威圧感を持って小さな君たちを見下ろしています。ところどころに氷が張り付き、あるいは岩壁がむき出しになったミックス祭。ただし超低酸素、強風、極寒、高度1万メートルに至らんとするその環境を抜きにしてみれば、その壁自体は慎重に登りさえすれば登攀可能に思えます。で、あなたたちは先ほど手記を得ていますね。はい、はい、この手記を得てる場合はハーケンなどを岩壁に打ち込む、アックスやアイゼンを岩場に引っ掛けるなど岩壁を傷つける行動を取った場合は粘性のある液体が出てきて金属や皮膚を溶かしてしまいます。このペナルティを受けずに登攀をするためには、氷が張り付いたルートを途切れずさせずに登るか、あるいはアイゼンピッケルを捨て岩壁を真の意味でのフリークライミングで登りきるしかありません。ここからそうですね、1万メートルに上がるまではまずでルールこっちですね、クライミングになりますが、今まではクライマーとビレイヤー2人で行ってきましたね。はい、でここでは3人目の力が必要になります。これがナビゲーターです。クライマーの登攀と同時にナビゲーターがナビゲートロールあるいは目星を行います。まあ、ここもちゃんと天候の影響を受けるのでご注意ください。クライマーとナビゲーターが双方成功した場合は1ピッチ進むことができます。で、クライマーが失敗した場合は墜落判定になります。ナビゲーターだけが失敗した場合は登攀ルートが分からなかったということで登り直し、判定のやり直しになります。あ、なるほど、うん、どっちも成功しなきゃいけないのか。そうですね、登ろうとしてナビゲートが失敗したら同じピッチを最初からやるっていう風に思ってください。はい、でここでも登攀ロールをした分だけマイナスがかかります。 20% のなるほどかかりますが、4ピッチ登りきれば、山頂に到達することができます。壁の途中でビバークも可能です。お、なるほどなるほどなるほど、はい、なるほど。まああれかな、壁の下まで安全登った分だけロープを確保して下で寝るとか、なんか岩壁のところになんか宙で寝るテントみたいのがあるって聞いた。あ、なんかツルスみたいなあるよね。なんか、なるほど、安心できない。後ほど画像検索してみるといいと思います。まあどちらでも特に判定変わらないんですけど、次の日は天候決定してその終わったところのピッチからやりますって感じです。はい、で、その場合も停滞ビバークになった場合はデスゾーンペナルティとして耐久力はマイナス 1D3 になります。はいって感じです。ナビゲートの値を教えてください。今打ち込んでます。じゃあナビゲート、はい、ナビゲート、皆さんプレイヤーの皆さん、はい、ナビゲートをどんどん教えてください。登山の80です。ナビゲート75です。はい、じゃあメモを更新しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。はい、これを踏まえて最後のグレートブラック
ゴール4ピッチお願いします。そうだな、やっぱり私が投函するべきかしら。いや、お嬢は美麗に回ってほしいな。わかったわ。なるほど。山野は美麗があまり得意じゃない、なさそうだから。美麗だけはちょっと皆さんの体を支える自信がありません。そうだ、俺たちがデカすぎる。そういう意味ね。ナビゲートか投函。そうだな。まずは俺が登ろう。わかりました。じゃあ私がナビゲートします。うん、まず1回目これで登ってみよう。はい、行きましょう。うわ、いけるかな。行きます。では同時に、あ、待って、同時にナビゲートと天候同時にお願いします。あ、そう、天候。はい、高難、高、ちょ、わー、マイナス30で、やばい、幸運、やばい、全然ない。で、天気の恩恵は2個残ってると。いや、よかった残して。いや、後半、あー、そうだ、すっかり忘れてるけど、デポしてもいいですよ。あー、なるほど。荷物をライト&ファストにすると回復量は減るけど、全部の体力を減るのがマイナス1になるのと、投函ナビゲートもろもろがプラス 5% になります。なるほど。どっちがいいかな。なるほど。後半ナビゲート跳躍回避がプラス 5% になる。で、今18日分の食料あるから、ここで食料は14日まで減らします。まあどっちがいいかは、一回ここで天気ロールやって、うんってなったらデポする。だね、あ、いい、このまま行けたら今ね、そう、4回チャレンジできるから。はいはいはい、あの極端、あのすごいざっくり計算、4日分多いから、今なんか4日分天気ちょう、そうだね、そう、チャレンジ、ね、チャレンジ、か、今のうちに回復とかなんかできたら、な、回復量も結構上がるんだっけ。キャラバンだと回復が2倍になります。なんかキャラバンのうちに遠野さんとか応急手当できたらなとは思うんだけど、まだいっか。俺は登り屋だ。ごめん。間違えたわ。お前のはあだ名なのか間違いなのかわからないな。遠野さん。秘密よ。じゃあ、確かに体力。まあでもどちらにせよ、まあ、一回やめとこうってなったタイミングでも回復はできるんだよね。体力はでも、9000メートルはマイナス 1D3 で、応急手当で回復できる。今、その、例えばここで幸運ロールで天気失敗して、いや、今日登るのやめようってなったタイミングで、その、何も行動をしていない、状態なら 1D3 は減らない。減る。なるほど。減る。ここにいるだけで減る。じゃあ、じゃああれか。4日分もないのか。その猶予は。そっか。結構、そうだね。うん。
回復のタイミングは今やってもいいですか、じゃあ。ちょっとここでは。できない。あ、さっき、K2 が帰っちゃった時って、やりましたっけ、回復。1D3 のとかやりましたっけ。なんかどっかのタイミングでやったけど。8000m の時点では1回復で、9000でやったな、1回やったな。じゃあこのまま行くしかないか。本当はそうだね、ちょっとやった。じゃあ行こう。延期を決めよう。じゃあ幸運ロールします。はい、幸運だよね。いや、これもだいぶ辛いな。はい、30マイナスよね。うん。あ、30マイナス。この。すごい。わ、でもこれなら。じゃあ、あ、マイナス。1個使っ、そう、1個使って。今、得です。うん。1個使って、ランク1個。誰か成功したことにして。そしたら、こう説明できる。うん、ナビゲートが落ちちゃう。から強風だと。確かに。あれ何でしたっけ、降雪だと何でしたっけ、マイナス10か、うん、まあでも多分、うん、まあまあまあ、これ以上良くなることなかなかない気がする。恩恵を使うでいいでしょうか。はい、じゃあストック2の方を1にします。はい、今のうちの登ろう。行こう。では行きましょう。よし。ああ、ドキドキの、行くぞ。じゃあ、あ、私も行く。同時にお願いします。なんだっけ、ナビゲート。そう、同時に行きます。マイナス10してナビゲート、はい、ちょっと待ってね、65にして、はい、いいよ、行くぞ。せーので、あ、はい、あこれもう一回行くわ。あ、はい、じゃあ正しい道が登れずに戻っていきました。あら、お帰り。登れたと思ったんだかな。あ、お帰りください。慎重に行きましょう。あれ、そうですね、慎重に行きましょう。俺は前に進んだと思ったんだかな。ゆっくりでいいのよ。そうですよ、迷わず行きましょう。もう一回振っていいんでしたっけ、これじゃあ。そしたら今度登り屋さんは、そっか、当半マイナス20になります。あ、そっか。じゃあナビゲート遊ぶまでいいんだけど、登山だと交代したい。交代、うん、した方がいいかも。はい、じゃあこれで当半はそのままでいいのか。あ、は大丈夫、当半はそのままでいいです。じゃあ行きます。はい、いい、せーので。よし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 、いいぞ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 、ガスガス、あ、こっちよ、力強い、正しく、おー、はい、登っていくな。カシャカシャカシャ、記念に記念に立っときますね。カシャカシャカシャ、迷いがない、迷いがない登りに。じゃあ一プッチ分は登りました。すごいぞ。次で 20% 減るんだもんね、当半は2人とも。そうです、山の登れるか、やってみます。誰かナビゲートお願いします。じゃあナビゲート行きましょうか。あ、俺がナビゲートするから、じゃあビレーに。お嬢はビレーで。分かった。よし。ミエさん、私の命を預けますね。任せます。墜落したら。こう。よし。行くよ。ナビゲートがマイナス10。マイナス10。はい。オッケー。行こう。はい。一斉のせ。わあ。あ、戻ってきちゃう。戻ってきちゃう。あれ私滑ったはずなんですけど、あれおかしいな。おかえりなさい。デジャブだな。
デジャブだなこれ。このコンビはダメかもしれない。このコンビは進めないコンビだな。これは、うん、一度美爆をしよう。そうね。しましょうか。あ、はい、今結構1ピッチ分だけ上がってる状態で、うんうんうん、なんかわちゃわちゃしてるってことよね。あ、オッケーです。そのワンチャン20なら神湯さん。だって20減っても神湯70だから、うん。よし。私と同じ。じゃあ。で、ね、私がじゃあ、はい。うん。ナビゲートして。じゃあ、ビレー準備。うん。じゃあ、後半20万になってして。OK よ。私がナビゲート準備で60万。強いぞ。いや、このコンビ、いいけど。いや、怖いな。いっせーの、で。おぉー。おー神谷さん、やっぱり登りに迷いがない。行くわよ。すごいな、登っているな。力強い。あ、少し力強いな。私のナビゲートより先になんか壁登ってる感じがしますね。なんか、お嬢の周りだけなんか輝いてるな。あ、写真撮ってきますね。よし。じゃあ。ピンクの塊が登っていきます。登ってる。いいぞ、ハンブックだぞ。いいぞ、いいぞ。じゃあ、ここで。いいはい。はい。ビバークとデポかな。はいはい、そうだね。うんうんうん。ビバークデポしよう。ビバークとデポで。はい。じゃあ、ビバークの瞬間はキャラバン A の状態にしといて。うんうんうん、出発する瞬間にデポしました。それありがたいです。で、で、その、9000まで下がってくれば、デポした荷物を拾えるってことになります。助かります。じゃあ、ありがとうございます。応急。はい。あ、体力。9000で。まず体力消費を決めます。2回投範した人マイナス2で、1回投範した人マイナス1。はい。まずしてください。私がじゃあ2か。はい。HP。そう。おい。で、先に、こっから 1D3 の、体力消費を行います。1D3。体力が怪しいな。あうわぁ。2だ。1。はい。じゃあ、それぞれ削っていただいて、そこまでできたら、応急手当振ってください。はい。10%。応急手当は 10% プラスです。はい、10% プラス、はい。あ、よし、成功。あ、クリティカル。おお。わあ。A ですね。ニクリ。最大値。A ですね。A の最大値。6いってみよう。あ、やったー。すごい。すごい。やっ。6回低いね。お、いいね、いいね。お、全員。オッケー。じゃあ、お二人は、山野さんと神優は、2D3振ってください、2D3。はい。すごいぞ。3。お !5! おぉ山野さん5点回復。おぉいいぞ神優も5点回復。これ全回復じゃあ、5か。1個。まあ、全回復いけないけど、ほぼ回復。よっと。いいじゃん、いいじゃん。では、食料を1減らします。はい。で、次の日。デポします。はい。はい、デポするので、まず、デポデポ。B にしたい。B。で、食料14日分まで減らします。3マイナス。なので、9センチ点に3個ご飯があると思ってください。はい。はい。で、登山行動でジョイするのは、ああ、天気だな。天気だ。あっ。おっと。
追う。あれ、幸運もマイナスする、するのか。あ、しなくていいよ、しなくていいよ。あ、そのまんま？あ、三、違う違う違う、三、違う。あ、そうだよね。三十マイナスです。うん。いや、どうかどうか。あ、あ。おお。あ。あ。やめましょう。今日はやめよう。そうですね、さすがにこれは。リバークします。はい、じゃあ、まず体力消費 1D3、はい、してください。よし。よかった、さっき回復しといた。いや、本当に。応急手当て振れますので振ってもいいです。よしよしよし。こっから。応急手当て。まあ、応急手当は通常のプラスがない。そう、通常です。そのまんまの数字。あ、成功。よし。これって応急手当、あ、まあいいかな、でもない。そのまんまの数字。あ、はい、2人は成功した。山野さんとカミーユは 1D3、あれ全開したんじゃないかそんなことある山野さんずっと行き来して前回山野は自分のコントロールがうまいなすごいわね。もう山駆け上ってたんで体力は回復する。すごいな。はい、知識があります。知識、コツコツを心得てます。よし。で、食料が1個減るかな。はい、減らせます。よし、じゃあ次の日行こう。行きましょう。いやー、辛いなー。いやー、晴れてくれ。あー、いやふっ、うん、あ、100万だ。ちょっとごめん、吹雪もう吹雪ですね。フィーバークです。一番悪い数字を出したので、なるほど、強制吹雪です。もうダメ、あの、はい、やめましょう。これはやめましょう。もう何してもやみませんね、吹雪が。じゃあ、そうか、1、2、3で体力消耗。そうだ、はい、1、4。なんかこれをする人たちみたいになってる。ね、成功した。ずっとこれやってる。ね、これを繰り返す人たち。成功したから、よし、1、2、3。いいね。髪もだんだん全開に近づいてきた。登り屋さん、本当に。見て、みんな。みんなすごい。いいよ、いいよ。よし。明日こそ頑張りましょう。あ、食料が減ってない。あ、そう。あ、減らす減らす。はーい。あー、面白そう。これは早々に休戦のところに食料を取りに行かなきゃいけなくなるかもしれないな。半分来たのに。来た。お。あ、来た来た来た。来た来た来た。よし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 。いいぞ。でもでも。はいはい。骨折骨折。いいぞ。いけるいける。いくわよ。4回ぐらい回せるからいけるぞ。さあ、じゃあ誰が。と最初と一緒の順でいく？そうしようか。じゃあ俺が登ろう。で、私がビレイヤーね。ナビゲートします。今度は東半が戻ってこないように。俺は登り屋だ。東半は、東半がプラス 5% してください。はい、おぉ、私が、ね。ナビゲート相殺して、マイナス 5% でいいです。ってことは5減らせばいいから。で、降雪でマイナス10じゃん。ああ、なるほど。OK です。はい。じゃあ5減らせばいいってことですね。はい。あ、これはいける気がしてきたぞ。よし。油断するな。危ないぞ。そうですね。慎重にナビゲートします。いっせーので、なんでなんで登った気がするんだけどな
お帰りなさい。あれ、俺、登った気がするんだよな。きっと当番は、私に任せてちょうだい。来た !95 じゃない。当番が 5%、そうね。あれ、私が、あ、またナビゲートか。あれ、うん、だよね。そう、そうそうそう。よしよし。どうしても登れない。どうしても登れないよ。どうかどうか行くわ。はあ、やばい。はあ。行きます。はい。いっせーので。よし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 。だよ。このコンビなんだな。このコンビなんだよな。相変わらず。はあ。はい、じゃあ。相変わらず力尽きてる。やっぱりお嬢だな。じゃあ3ピッチ目まで。はあ、あと1ピッチ。すごいすごい。よしよし、あと1ピッチ。あと1ピッチだよ。いいぞいいぞ。ってことは私が登るのか。そうですね。そうだな。山の。ってことは。私が登ります。俺がナビゲートしよう。あれ、何プラスするんでしたっけ ?5。5。だから70。ああ、怖いよ。そうですね、私が。よし、いいよ。わー、このコンビ。このコンビこのコンビか。いいよ。いっせーので。おー、登れた登れた登れたついについに。いけたわね。いけた。来ましたね。4ピッチ。はい。では無事4ピッチ分登り切りました。わあ。ご機嫌よう山頂。やっと登り切りました山頂。カシャ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 。写真撮って。登り切ったぞ、つかめ。じゃあ3人でも写真撮りましょう。いい。もうね。撮り。はい、チーズ。バシャ。はあ、ついに登り切ることができた。ちょっと正しくはここがあの山頂ではないので、もうちょっと続くんじゃない。ぬか喜びだったみたいです。ぬか喜びしたな。まあ読みますね。じゃあ大黒壁、グレートブラックウォールの東半上。いや、山頂への稜線も進んでいきます。よいしょ。じゃあ画像変えよう。うん。体力はまだ減らさなくていいの？あ、じゃあ先減らしときましょうか。登攀した数マイナス1で。私登攀1回だよね。みんな1回だ。みんな1回か、1回。順調順調。OK です。はい。ですね、切り立った山頂の山脈の山頂部分は痩せた、岩稜だかなよが続く。もはやここまで登り切った君たちにとっては難しい道ではありません。じゃあ山頂への道を歩いてまいりましょう。長かったわね。そうだな。ですね、いろんな困難がありましたね。でもあのお友達の助けもあってここまで来れたのよね。あれがなかったら私たち全滅していたかもしれませんね。そういえばアズニャンたちは元気なのかしら。あ、そうだ、一回連絡してみてもいいかもしれませんね。そうね、ちょっとアズニャンに電話します。はい。元気？もしもし、あなたたち今どこにいるの？私たちとうとう上がったのよ。まさかじゃああの大黒壁を登り切ったっていうの？無事3人で登れたわ。そう、そこは山頂ってことでいいのかしら？とそうだと思うのだけれども、
そうですね、不思議と風は止んでいて、眼下にはこれまで登ってきた漆黒の山脈とその先に視界の果てまで続く純白の大地が広がっています。とっても白い図面に白い図面に筆を置いた直後のような光景、ここから世界創造が始まるのではないかと勘違いさせるような原始的な風景。推定標高13,363メートル、地上上の最も高い位置に今君たちはおります。とっても綺麗ね。うん、綺麗ですね。そういえば、そう、ついにやったのね。はい、あの、皆さんは大丈夫ですか？っていうと K2 に無線が変わります。登ったのか。あら、 K2 いやー、神優お元気そうで何よりですわまあさっきよりは、さっきというか数日前に比べればだいぶマシだが。今どの辺にいるんですの？まだ7000メートル地点のあのコージーがいたところでキャンプしてると思います。コスコスも近くにいるのかしら？あ、いるぞ。あ、いますよ。生きてるな。生きてるならいいです。生きてるな。生きてるならいいです。あ、いいです。おい、ちょっと話をさせろ。生きてるな。よかった。そうじゃない。そうですね。よかったわ。いや、K2 にまた変わりますよ。コスコスな。こんな感じだ。あとで写真いっぱい見せますから。あ、楽しみにしてるよ。はい、切ります。はい、おめでとうと言われて、うん、無線が切れました。本当にやってのけたのね、私たち。すごいですね、登り切ったんだな。はい、この山頂を見るためにどれだけの人が挑んできたのか、うん、まさか3人でここまで登ってこれるなんて思ってもいませんでした、うん、いやー、感慨深いな。そうですね。落ち着いた頃、ぐらりと地面が揺れます。あらあら。